こんにちは、トリタラチャンネルです。こちらは孵化から24日目のカブトエビ。体の複雑な構造、面白いですね。あのワシャワシャが絶えず動いてます。あのワシャワシャで移動したり、食べ物を掴んで口元に運んだり、砂を掘ったりと器用ですね。もう一匹目の子はどんな様子かな。糸ミミズをもらって大興奮してます。泳いでないで早く食えばいいのに。あ、食った。思いっきり散らかしてますね。散らかす元気があるってのはいいもんです。産卵した糸ミミズ、結局後で食べてるみたいだし。エビ伝説は孵化から16日目。新しい環境に馴染みまくってます。昔から住んでましたってくらい馴染んでる。超うめえ。カブトエビはお食事中にこのようにひっくり返ったまま食べることが多いです。餌をつかむのと泳ぐのを両立しにくいのかもね。戻ったと思ったらまたひっくり返った。